熊本の元気を
力強き拍手、誠に正しくのもたれ、それではこれより南阿蘇滑走記を行ってまいりたいと思うておる。本日のはい、木和坂がこれより滑走記を行いまする。滑走記とは、もののふが戦の後、戦の前、必ずや行った武士所作でございます。これより木和坂がいざ滑走記じゃと申しますので、大きな声でと見たり大きな声でお返しくださりませ。それでは木和坂張り切ってお願いいたしまするや。ありがとうござる。一番張り切ったのがこの人のじゃな。それでは今一度も南の拳を掲げるのじゃ。参るぞ。昨年よりも盛り上げてまいりたいと思うてよ。それでは南田の力を貸してくれ。ここに集いし南田のさらなるご多幸、そして市政開始130周年を祝すとともに、第42回日の国祭りの開催を祝し、滑走記じゃ。それこの後は我らが同志名古屋おもてなし武将隊の方々のお時間、引き続き楽しんでいかれよ。それでは名古屋おもてなし武将隊の方々どうぞ。Yeah!
パルジャー! 歯切れ悪いな。面白いのか。いや、しかしながらこちらにおるのがそう、お主ら熊本のものであげてくれ。おお、いいぞ。すごいな。今日はその熊本の街を作った加藤清正が帰ってきたぞ。 熊本の地に来れたことと、あとはこの熊本城を持ってた守将隊、先ほどエンプしとったもの、たちと、まあ、今一度出会えたことなんじゃが、ただもうすでに後悔しとるんじゃ。なぜかというと、この控えの裏でずっとあの者たちは足をいじってくるんじゃな。<笑>いや、まあ、待て待て、ちょ、天下人豊臣秀吉、熊本来た、なぜ一斉にいじる。いや、ひげかま、嬉しいんですわ。嬉しい。大体この熊本城っていうのは、九州の、 多くの武将、秀吉様の配下であった故に、まあやはり父上が来たかのような。なるほど。じゃあ、愛し方は間違っとると思うんじゃな、ちょっと。それは400年前の指導の成果。いや、一番お利口さんなのは、角兵衛じゃからね。角兵衛は、孫ですから、もはや。さよう、頑張ってるな。みたいなもんですから。なんか、すごく優しく、秀吉様、大変でございますな、と言いながら、止めろ、止めろ、太陽がない。 熊本の民と交流するのもありでございます。ありでござる。我らは名古屋からやってまいった故に、ぜひとも熊本の民は名古屋に足を運んでほしいべく、こたびは名古屋の良きところを南に伝えてまいろうと。ああ、よいな。なるほど。よし、じゃあ清正行ったね。お、目合いよ。ああ、わしが名古屋の民に見てほしいもの、それは我らが名古屋をもてなし武将隊が呼び立つ名古屋城そのものじゃ。お、名古屋城は 熊本城と同じく、その天守台は、わしが傷つきし者で、熊本城と同じように、聖書を売る三日月公まり、最初は緩やかだが、だんだん急となり、登ることができぬといった石垣の話をしておる。それだけでも、見てほしい。しかしながら、どうかしたの、おう、話しけない、神尾さんじゃ。しかしながら、もう一つ、今は月見どころがござって、これは、本丸御殿というものなんです。 この本丸御殿というのは、徳川家康様の旧男、徳川義直様、尾張徳川藩の初代の者じゃな。その者が、もともとは居宅として築いておったもので、ものすごく絢爛豪華な、近代城郭としての最高傑作と呼ばれておるでございまする。ダメじゃ、清正、そんな言い方じゃ。もっと分かりやすく伝えんと。分かりやすく。例えば、 150億かかっとるで。わかりやすい。金額にした方がいい。お、平田の説明は回りくどい。金だ、金。数字を並べよう。なるほど。10年の歳月をかけて150億かかっとるで。それがなんと、お、入場料。入場料?500円で見れる。なるほど。安い。お手軽。しかも、年間バトンと、2000円。あららららら。ただ、もつりが、 通販番組になったんじゃ、我らは。違いますよ。通販番組みたいになっとるけど、しかしながら、そういった力石価値のあるものは、わずか500円。年間パスポートは2000円だね。4回来れば元が取れるということで、ぜひぜひ、名古屋城、遊びに来てちょうよということじゃ。では、清正、最後にこの肥後の民たちに言葉を述べよう。あ、わしは、名古屋より、 この地に参った。今は400年前より蘇り、名古屋の地を守っておるが、今こうしてまた肥後へ来、南屋の明るい元気な熱き魂を感じることができ、400年前より何も変わらぬその者の懐をしかと受け止めることができた。明日も
あさっても火の国祭り、まだまだ続いてまいり、皆々存分に楽しんでまいり。以上でござります。素晴らしい、さあでは稲城市、我が息子広政が作ったこの肥後の地で火の国祭り存分に楽しんでまいり、それではまた会おう、さらばじゃ。Thank you.